されてないっていう時でしょう。世の中の原理原則は等価交換だよね。正しい価値を交換するっていうのが正しいわけで、なんでサボってるあいつと一生懸命頑張ってる俺が同じ給料なの。ここに腹立たしさを感じるよね。量じゃないよね、ちゃんと見てよっていうところだと思うの。アメはそれができてるからやりがいを感じるけどね。 A さんが B さんに伝えたとしよう。 B さんが C と D に伝えたとしよう。みんな3万点としましょう、計算しやすいように。すると A チームで見ると3が4つあるから3、4、12万点。 B チームでサザンが9万点、 C と D は3万点同士となった時に、やってきたボーナスを A、B、C、D 誰にたくさん配ったらいいですかっていう、まあ、単純な質問。これ札幌駅でアンケート取ると圧倒的に A が優勝しますね。えそうですよね。でアムウェイは B を評価します。アムウェイの仕事は2つ。1つは日用品使ってね、使ってるでしょスーパーで、それがこれに変わるだけ。製品の良さを知っていただければ永続的に使っていくことだと思います。もう一つはアムウェイは営業活動しません。アムウェイはこんなに1000億企業なのに営業部がないんです。すごいでしょ。営業推進部っていうよみたいな掛け声みたいな部署があってですね営業はしないですよ。人数増やさないですよアムウェイって。なのでそれもみんなに委任なんです。みんなが委託されてるんで、ね、あなたが活躍したらそれが正当評価されます。 A さんは B さんにアムウェイを紹介して、 B は C と D に紹介したわけで、じゃあ B は2人、 A、C と D は使ってるだけ、 A は1人、あこの人一番言ってくださってるねということで B が一番評価され、次 A、次 CD なんです。 OK でしょうか。これが国語的なアムウェイの説明方法でした。理系の方はそんなもんじゃ納得がいかねえって感じだと思うので、数字を使わせていただきます。実際買い物金額にって直すときは 1.35 倍ですけど、これやってしまうと数字が乱れるので後でかけましょう。12万点表で見ると12万点は9万点より大きくて18万点より下なので 6%、 買い物金額12万円の 6% なので7200円という数字が出てきました。これが A チームのバジェット予算ですね。 B チームのバジェットを計算しましょう。9万点です。9万点は同じく 6% で黒く5400円という数字が現れました。これが B チームの予算。 B チーム予算5400円に対して、A チームの予算7200円だったら、7200から5400を引き算したものが A の取り分だというのが出ましたよね。そうすると1800円と出てまいりました。そして、5400円をこの3人で分けるけど、 C と D は3万点です。3万点は 3% なのでサザンが900、2つの900が配られると5400から配って残った3600円が残るということです。1800、3600、900、900、1.35 倍すると2000円、4000円、1000円、1000円という形で、先ほど国語的に説明したのが数字として出てまいりました。こういう形であなたから始まって口コミで広がっていったグループができたときに、ささささささってこの表に入れると神の目で見たような査定が行われていくんです。なので文句が出ないんです。そりゃそうだよねっていう上下関係なしにババババって評価されてきます。僕もアムウェイスタートして2ヶ月目におふくろに抜かれたんです。びっくりした。抜かれるんだみたいな、説明では毎回俺も喋ってるけど本当に起きるんだみたいなね。実際概念で見るものとリアルって違うんだよね。体験しないとわからないの。へーっつって感心したことがあったよね。あなたから始まってどれぐらいのチームになったでしょう。野球でいうと監督よりエースピッチャーの方が収入多かったりするよね。監督の方が年寄りでエースピッチャーの方が若いよねっていうように、上下が関係なしに評価されていくっていうところも僕は気に入ったところの一つですね。あとは何かな、日用品でしょ。やり続けていくとずっと買い物が起きてくるんだよね。わかる。今月もみんなで歯磨こうねって確認いらないよね。頭洗ってるか一人一人頭髪検査とかないよね。あなたのグループはどれぐらいの人数ですか。30人超えると知らないところで人が増え始めるよ。お増えた、お増えた、お、コンピューター上増えていくわけ。ねお前んとこ最近増えてないって、あそう言ってなかったっすねって言って、そういうのみたいなね。お姉ちゃんが彼氏に言ったら、彼氏の弟くんに言って、弟くんがすごい周りに言ってて、なんか毎日のように人ずつ増えてるんですよねって、そういうの言ってくれるって言って、コンピューターでは分かんないけどみたいな感じで、見えないところで勝手に人が増え出すんです。こうなる。だから30人まではあなたの物語ですけど、30人を超えると誰かの物語になっていくんですよね。僕はその時にね、これは俺に向いてる向いてないの問題ではないじゃないかっていうのを感じるよね。あとは何かな、自分より夢の大きい人が入ってくるとあなたの想像を完璧に超えます。自分は月のうち 2,3 万取れたらいいなと思ってたのが、家賃なんとかして払いたいとか、
私2世代ローンにしてたんだけど、うちの息子見てるとあの子に払えると思えないのみたいなのがありますよね。そういう方が入ってきたりするとすごい展開になったりして、いや俺もちょっと考え直して頑張りますみたいななるよね。そうやって変わっていくよね。あなたから始まってどれぐらいの日用品の流通が起きたでしょうか。その流通に対するロイヤリティが入り続けますよ。約150万点で SIP ボーナスも足して30万前後でしょ。20万前後、10万前後、5、6万前後、2、3万前後、1万円前後、1000円前後ってなってきます。なので自分の手の届く範囲で2、3万はなるので、コツコツでもやっていくと将来助かる、もしくは、あの頃の自分に助けられる未来がある可能性があるよね。まあそうね、節約することによって2万円浮かすのって結構厳しいよね。っていうか家族が暗くなるよね、あらお父さんまた買ってるみたいなね、いやいや違うんだ違うんだみたいな感じになっちゃうよね。だから節約で2万稼ぐのは難しいよね。働きに出て2万稼ぐってのはそんな難しくないよね。5000円取れるのを4つやれば、2万になるもんな。金利で2万儲けるって難しいよね。月に2万もらう。やっぱり節約よりも働いて稼いだ方がいいよね。貯蓄を増やして金利でもらうのは難しいもんね。ってなるとあなたが働きやすい環境を作ることが一番未来に対して積極的だということになるよね。なのでよく鍋とか欲しいだけどローンかけるとその利子がそれが一番お金を失うでしょうかっていう感じがするんだけど、教えられてきた常識と今の時代が違うので、昔の常識を持って今を生きようとする人がそういう形になってしまうわな。なのでもっともっと情報量を増やした方がいいよね。いやいや考え方を変えるというか、情報量が増えると考え方はおのずと変わるので、それを持っていった方がいいんじゃない。自分から始まってどれぐらいのチームが出来上がってきたでしょうか。1番目のボーナス、給料以外に30万あったらどうですか。もう仕事変わったらね、仕事変わったらいいんじゃない。そんな月曜日になるともううなだれて会社行くんでしょ。もう日曜日の夕方からサザエさんぐらいから気がもうめいってくるんでしょ。もう俺の日曜日に月曜日が忍び込んでるぜみたいな、もうヤンボーマーボーぐらいでドカーンみたいななってるんでしょ。じゃなくて早く会社始まらないかなみたいな感じになるぐらいの仕事に変われば、楽しい仕事って給料悪いでしょね。アムウェイで30万稼げたら楽しい仕事に変わったらいいじゃん。だって一番一日の中で従事してる時間が長いんでしょ、その仕事が。だったらさ、もう楽しくてたまらないぐらいの仕事に変わった方がいいんじゃないのね。えもうくだらない、もう何そんな時間過ごしてんだったらもうさっさとやめなさいね。あと変な恋愛してる人、もうそんな音が早く別れなさい。人生は一回しかないんだから、あなたがパーンと開けるような気持ちになるような時間をどんだけたくさん持てるかが大切なんだから。ね、しでかしてしまった後悔は日々の中で小さくなるの。もうだから今あなたが後悔してるようなことは死ぬ時になったらほとんど忘れてるってこと。しかしやらなかった、なんであのことしでかさなかったのかなっていう後悔は日々大きくなるの。あなたが死ぬ時に一番大きな後悔はあなたがしなかったことによる後悔なんですよ。ほとんどの人たち、まあこれアンソニー・ロビンスが面白いこと言ってるんだけど、トライした時に何回目で人は物事を諦めるかって話があるのね。何回目だと思う？2回目?3回目?5回目？違うのよ、 0.8 回目ぐらいなの。足し算して人数で割り算するとほとんどの人が1回目を踏み出す前にいろいろ考えてやめてるの。これがほとんどの人たちの後悔のネタになってるってことなのね。しでかした後悔がなくなるんだったらしでかせばよいね。どん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 やってみたらいいじゃない。給料以外に10万あったらいろんなことできるよね。いろんなことできるんじゃないね。自分が自分としての夢もあろうに、そして自分は親から見れば息子ですよ、息子としての夢もあろうにね。そして子供から見たら父です、父としての夢もあろうに、妻から見れば旦那です、旦那としての夢もあろうに。じゃあ野球部がもです、野球部の監督としての夢もあるんですね。今度試合があってね、8月5日東京ドーム貸し切ってね、草野球の試合があるんです。よかったら見に来てくださいませんか。僕んとことよっちゃんとことこんちゃんとこと畑山んとことこの4チームで争うんですね。すっごいおしゃれなユニフォームにしたいわけなんだけど、おしゃれなやつって高いわけ、安いやつってしょぼいのね。なんでグループの人が金持ちじゃないんだっていうことにものすごい悩むもん俺は。
それ1万2千か1万8千かというこの6千の差にものすごい心を痛めてんの。なので今スポンサーを募ってますね。1万円でワッペン貼りますから誰かスポンサーになりませんかね。なんとかして野球部のみんなの気持ちを拾ってくださいみたいなね。いや本当に給料以外に行くばっかの収入が入ってくるというのはでかいよね。なのでそれができたらいいんじゃない。2番目のボーナスは150万点を突破すると、あなたが150万点を突破すると教えてくれた人から独立します。それと同じようにあなたの伝えた人が150万点を突破するとさようならってあなたのチームからこの 4,50 人を連れて独立していきます。でアムウェイに行ってしまうわけ。そうするとこの40人分の消費がなくなるよね。点数もボーナスも下がる。そこでアムウェイが補填してくるんです。 A さんチームをよくサポートしていただきましたというコンサルフィーとして約10万弱の2番目のボーナスを払い続けてきます。 OK。 で B さんとかが独立すると、また2番目のボーナスが10万ってなるわけ。分かりにくいでしょ。10万20万30万ってやってくれたら50万100万ってやってくれた方が分かりやすいんじゃない。でもアムウェイそこで煽らないんです。要はあなた様が取っている30万と彼が取っている30万は微妙に違いますと。あなたの場合はこのチームがいてやってくる30万ですから、彼の場合は20万と確固たる10万の30万のやつっていう形に変わってくる。これ自分が死んでも子供孫という形で法定相続人に継承されます。なのであなたが死んだ時に遺族がもらい受けます。なのでそうなった時にこの形でもらってるよりこの形でもらってる方が安定感高いよね。なぜかというとここのチームのリーダーはあなたでここのチームのリーダーはあなたじゃないから。なので収入が安定していくってこと、系列が増えてくるとアムウェイの方から遺言書もしくはそれに準ずるものを書いてくれてくるよ。不慮の事故で亡くなった時に誰に振り込んだらいいかをあらかじめお話ししませんかってくる。だって僕が死んだ時僕がもらってるものをもらい受ける人同士が戦い出すってことは僕にとって大切な人同士が戦うわけだもんね。なのでそうならないようにってことをアムウェイは考えてるわけ。俺なんか言われた時に俺が死ぬって言うんですかみたいな気持ちになったもんね。なんか一瞬ムラってした。ムラじゃないムカか間違えた。そうなんですよ。僕に今24本かな独立してるんですけどね。そうなんですよ。なのでコツコツやってたことがこうやって大きくなっていくんだよね。さあ、時間もこれで終わりなので最後まとめて終わるね。アムウェイ、お店、あなた買ってたんだよねスーパーで。それがアムウェイに変わると点数が生まれ始めるという人たちがあなたから始まって何人出てきたんでしょうかと。でこの点数を見てくれるのがこの1番目のボーナスでした。2番目は独立していくと、コンサルフィーとしてアムウェイが2番目のボーナスを払いますよって今お話しさせていただきました。3番目は150万点が1年間何回できたんですか。1回3回6回12回安定度が違いますよね。1回いけるとシルバープロデューサー、ゴールドプロデューサー、ダイレクトディストリビューター、ファンダーズ DD と名前が変わってくります。出世を見たく名前が変わるわけですね。で DD ここでアムウェイは黒帯として認めてくれるのね。2泊3日の、東京でのセミナーにお呼ばれするよね。もうすごいあれじゃない。行った人分かると思うけど感動するよね。なんていうの、まあ、行かないと分かんないよね。なんかそうやって話してるとアムウェイって宗教みたいって言うけど宗教が一番いいビジネスなんだよ本当に。だって僕なんかアップル教だもん、リンゴ大好きだもん、ずっとマックしか使ってないもん、その前はソニー教だったの僕、だけどもう離脱したよね。もうソニーヒット商品ないよな。ちょっとバイオ売ったよな。あれソニーが一番儲かってたとこ売っちゃったんだよ。この前もパナソニックと喋ってて何かある方法っつった。ないっすねっつって。そうなのっつった。もう B2B ですっつって。 B2B って分かる？消費者に向けて作っていくんじゃなくて企業間でもうパナソニックはそこしか残れないですっつって。そうかっつっていう話してて、僕らの時はソニーとかパナソニック勤めたら一生安泰なっつって言ってたよね。もうそうじゃなくなってしまったよね企業がね。だから僕は不思議よ。30年アムウェイやってきてさ、30年近くやってきて、あの時強かった企業が今もこうやって強く成長し続けていく
ど真ん中にいるっていうように思わんかったもんね。商売やってるとそうなのよ。一つのビジネスが10年以上続くなんてまれよ。そうでしょ。あなたとしてはあ、ここのレストランもう潰れてるみたいな感じでしょ。そのレストランの中ではとんでもないドロドロした物語が繰り広げられてんだから、もう一つのビジネスが立ち上がって終わるっていうのはもう恐ろしいようなことがあるのよ。だけどアムウェイってのはお気楽よね。アムウェイの悩みって何？言ってた友達が来ないとかね、やるって言ったのにみたいな、それ中学生の恋愛みたいな話ですよね。事業を起こしていく人の悩みっていうのはちょっとお勤めの人には想像すらできないような物語があるんです。もう果てしない物語ですよ。僕はそれが嫌で公務員になりたかった。アムウェイいいじゃないですか。要は盗塁でいうと一塁ベースを引きずりながら二塁に盗塁できるような仕事で、今の仕事もいいと思うんだけど二塁も気になるんですよねみたいな、なんていうの、僕らみたいに何自信はないけど勇気はあるみたいなタイプにはぴったしですよね。だからすごいのよ。で、ファンダーズ DD でだいたい年収プラス400から500です。でほとんどの人がサイドビジネスでやってらっしゃいます。でもうとにかくうまくいく時もあればうまくいかない時もある。そして自分のグループの中で頑張る人が出てくればその人がやる気がなくなったりもする。でもコツ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 120人のグループになるまでやっていたらだいたいファンダーズ DD になります。現実的じゃないですか。1ヶ月に1人ずつ増えたらどうですか。1年間で12人、10年間で120人なるじゃん。10年後別に年金もらえるような年齢じゃないんでしょ。だけど僕らが年金もらえる年齢になったらもう年金はないよ。そっちの方がリアルにあなたの目の前にあることよ、ね、えできるかなできないかな、これリアルじゃないよね。やってみないとわからない。年金来るかな来ないか、来ないからこれは、ね、え来ないから。あなのでぼーっとしてたら我々の年金を改正の列の中に入ることになるよ、ね、え実際ね、3つのチームが150万点になってこの黒帯黒帯黒帯となったとしましょう。黒帯黒帯黒帯 DD クラスになったと。そうすると3チーム黒帯になるとあなたのことエメラルド DD って言います。で年収が1000万ぐらいになると。で僕はそのこのエメラルドになろうとしている26歳の人にサポートを受けてたの、20歳の時、まあ、素晴らしい人格者だったよ、うん、僕が悩んで電話してこうやって20歳の時にアドバイスを受けたことがある。すいません富美さん、俺ちょっと悩んでてっつって、どうしたんだって、こうであでこうでって言った、タクやばいでって言った、まずいですかこれって言った、いや問題は問題ではないと、先月お前が言っていた問題と今月の問題が変わっていないと、問題は常にあると、だから先月の問題と今月の問題が変わってないということはお前が成長してないということであると、問題はそこにあるっていうことを言われたの。えーっつって、そのアドバイスの俳句のような世界に俺はしびれて、そんなアドバイスをする26歳の人間を持ってるってすごいよね。まあ、僕はトヨタの連中でよく喋るんだけど、トヨタの人事教育って面白い。これ人事の人は分かると思うけど、トヨタっていうのはね、自分の持ってる時間の半分を自分の組織の育成に使うんだって。でトヨタのやつらはそうやって言わない、そんなことないっすよ武見さんみたいな、それはね俺たちももう忙しいのでそこまでは手は回ってないですよって言うけど、皆さんの勤めてるところの上司って持ってる時間の何パーセントを部下の育成に使ってる？使ってないでしょ、手が回ってないよね。アムウェイは8割使ってるよ。8割自分の組織の育成のために使ってるから確固たる組織になるに決まってるじゃない。そんなないって、そんな組織見たことある？これ終わってからもラーメン食いながらやっぱりこういうふうに考えた方がいいと思うんだよねとか言ってやってるわけ。それをちょっと待ってください、メモりますとか言って、そんな社員見たことないよね。みんな成長フェチなの、そして育成フェチなの、すごい組織になってくる。そんな企業世の中で見たことないもん。だからアムウェイがそんなにうまくいくっての信じられないなって、信じられないと思う。だってないもん、そんな組織は世の中に。それを中に入って見てみて信じられないっていう、バーベキューやる時でもみんなのあの手際の良さと片付ける時の速さたるやみたいな、なんか消防訓練みたいですよねみたいな、いやもうみんなね素晴らしいの、もう誇れる仲間だもん ね。で6人がなるとダイヤモンド DD ね、年収2000万で、9系列で大体エグゼクティブダイヤ3000万ぐらいになるんです大体。
で12チームでダブルダイヤ4000万、15チームでトリプルダイヤ、18チームでクラウン、20チームでクラウンアンバサダー。これが僕が取ってきたよりもうちょっと少ない数字です。僕はもっともらってました、このピンレベルの時に。でクラウンアンバサダーは多くと、クラウンアンバサダーも本当はトリプルでグループの綺麗な形にしていくとトリプルで多く取れるんだよ。でみんなそうやって説明しないから僕も説明してないけど取れるんだよ。で僕がそのスタートした時、エメラルド DD の山田さんにすごいですね山田さんつって、で当時ほら俺酒飲めないから、当時はね、今は飲みすぎだけど、あのバーボンソーダって言うから、俺も同じものでみたいな、酒の名前も知らなかったよね。で飲めないのに顔真っ赤にしながら飲みながら、すごいですよねって、俺も頑張りますって、山田さん見たくなりたいですっていう話をしてた時に、山田さんがお前いくつだ今って言ったら、もう21になりましたと。そうかと、お前は俺をもう超えているってこうやって言われたわけ。えっつって、お前はもう死んでいるだったら知ってるよね。あ、なんていうの、お前はもう俺を超えてどういうことですかっつって聞いたら、俺は24歳でアムを知ったと。で今、2年でエメラルドになると、お前は20歳でアムを知ってるだろうと、だからお前が俺の年になった時には俺どころじゃないのさって言った時にさ、えっ、ー、って